皆さんこんにちは、カールです。今日はリリアンをホストシミュレーターとして使ってみましょう。最初に設定変更します。ツールバーからコンフィグボタンを押します。 IP アドレスとポート番号を設定します。オートセレクトリクエスト設定は True にします。これによってリリアンは接続されたらすぐにセレクト要求メッセージを送信します。そしてホストをシミュレーションするのですから、ホスト設定は True に設定します。ツールバーからコネクトボタンを押します。正しく装置シミュレーターに接続ができました。事前に用意されたホストメッセージセットをドロップダウンリストから選択します。SHF13、SNF41PP セレクト、そして SNF41 スタートメッセージをダブルクリックします。装置によっては追加のパラメーターが必要になるかもしれません。ホストメッセージセットのフォルダーに行き、 SNF41PP セレクトをコピーします。ペーストして分かりやすい名前に変更します。PPID を ABC に変更します。セクションをコピーします。ペーストします。パラメータ名をスロットにリネームします。コメントも修正します。そしてスロット情報を指定します。今回はスロット1、2、3を選びます。ドロップダウンリストからメッセージセットを変更し、再度ホストを設定します。たった今作った新しい SNF41PP セレクトメッセージが見えます。ダブルクリックします。変更された PP セレクトが送信されました。以上です。ではまた次回。